はいどうもゆきです。今回はパワポケ R 戦争編の呪い島の攻略方法について解説していきたいと思います。よろしくお願いします。呪い島は上手に使えるようになったら特殊能力とかもたくさん手に入りますし、何よりもセンス丸が手に入るということでね、ぜひ攻略方法を覚えていただきたいです。でセンス丸が手に入るのが9フロア、エリア9とエリア10なんですけど、まあ、そこまでたどり着かないっていう方も多くいらっしゃると思いますので、今回解説動画にしながらエリア9、エリア10でセンス丸を取るところまで説明をしていきたいと思います。でまず一つ目、大事なのがここ、黄色い星を取ってください。紫の星はすぐに取りません。黄色い星を取ってください。これなぜかというと、紫の星って基本的に特殊能力が入ってるんですけど、マイナス特殊能力も実は結構入ってたりとかするんですよ。でわざわざここまで来たのにマイナス特殊能力を手に入れるっていうのはね、ちょっとまあ嫌なことなので、マイナス特殊能力を手に入れてしまう前に、はい、こちらマイナスアイテムが消えたという黄色の、まあ星を手に入れる、こちらをすると紫色のところからマイナスアイテムが出てこなくなります。プラスの特殊能力もしくは何もないみたいな、ハズレみたいな感じしか出てこなくなりますので、これで確実に安全を確保していきましょう。で、こことここがアウトだから、はい、OK ですね。これでワンフロア目クリア。で、これって基本的には常にやってほしいんですよ。どのフロアでも。結構フロア4とか、個人的な感じですよ。フロア4、フロア5かな？フロア5とフロア8。そこら辺がマイナス能力めっちゃ多いんですよ。なので特にそこら辺のフロアに関してはまずはマイナス能力を消すやつ、それを手に入れてから紫色の星を取りに行ってください。 OK、 マイナスアイテム消えましたね。でマイナスアイテムが消えた後は基本的に黄色い星別に取らなくていいです。これ大体入ってるのがもう残りはマイナスアイテム消すっていうのがダブルか、もしくはタイマーだけなのでね、タイマー必要な状況だったら取っていいと思うんですけど、特に前半に関してはいらないかなと思いますので、マイナスアイテムを消すものだけ取ったらスルーしてください。はい、でこういう状況非常に困りますよね。こういう時どうしたらいいか、端っこを利用してください。ここの位置、ここの位置がヒントになります。ここの位置だったらこことここのどちらかに1個地雷が埋まっているっていうことになるじゃないですか。って考えた時に、じゃあ上の位置目線で言ったらここがここのどっちかに地雷が埋まってるの確定してるんでしょ。そうしたら上3つって安全だよねってなるわけです。でここの上3つを取るとあら不思議、ここの1が右上しかない状況、つまりここが地雷確定の状況になりますよね。ということはここはセーフになる。でこのどちらかに地雷がある、この1目線だとこのどちらかに地雷があるということは、この2の目線になるとこのどっちかに地雷があるんでしょ、っていうことはここは安全だよねっていう状況になっていきます。そしてこうやってアイテムを取ったりとか進んでいくとゼロが出てきたりとかするんですよ。ゼロが出てきたらこっちのもの、あとはゼロで進めるところまでひたすら回転切りをして取っていく、このように進むことができます。なのでね、もしヒントがない困ったっていう状況でも、端っこの位置っていうのを利用すると意外と先に進めたりとかするので、端っこの位置が出た時はどこが地雷なのかな、どことどこに地雷がある可能性があるのかなっていうふうに予想してみるといいと思います。で、まだ黄色が取れてません。これまだそこ行けませんね。もしくはここはアウト確定になるので、こことここはセーフ。で、こことここはアウト確定になるって考えたらもう取れますよね。で、外れ。こういう時どうするかっていうと、僕は基本的には取りに行きません、もうアイテムは。諦めます、このフロア。で、実際取っちゃうとどうなるかといった時に、サーフロアだったらないかな、マイナスアイテムそこまで。あ、ありましたね。三振とか、こういう、マジ取り返しのつかないマイナスアイテムも普通に上のフロアとかに落っこってたりとかするんですよ。こういうの取りたくないじゃないですか。なのでマイナスアイテムを消すっていう黄色い星を取れなかった場合、これ確定でフロアにあるわけじゃなくて大体1個あるんですけど、たまにないフロアとか、まあ、ない場合もあるんですよね。そういう時はもう紫取んない方がいいです。そのちょっとした特殊能力のために今みたいに三振とかエラーとか、まあ、そういったマイナス特殊能力を手に入れてしまうというのは非常に痛いので、もう取らない方がいいです。それだったらもう取らずに先に進んじゃってください。結局ね、奥の方のフロアに行ったらいいものが起こってたりとかするんで、気にせず先に進んじゃいましょう。はい、ということでここは何フロア目だ、5地区か、 OK。
脱出するんだったら基本的に4地区よりも奥がいいと思います。っていうのが3地区までだと脱出した時のペナルティが大きいんですよ。月とか体力が大幅に落ちたりとかするんですけど、4地区に行くとそれが若干和らぐんですよね。こことここが合うと確定してるからここはセーフですね。それが和らいだりとかするので、まあ、なるべく4地区以降の方がいいと思います。あとはこういう3ですね。3があって上3つしか空いてない、つまりこことこことここがアウトじゃないですか。こんな風に2とか3でアウトが確定しているものがあった場合は、そこはもうすぐにチェックをつけちゃった方がいいと思います。基本的にはもうここアウト確定したなっていう場所があったら基本、まあ、すぐにつけちゃっていいんですけど、特に2とか3の場合はすぐにつけちゃった方がいいですね。だこうやって難しい状況、なかなか行く場所がわからないっていう状況の時どうしたらいいか、これ一つ裏技があります。まずスクショを撮ります。でホームに戻ります。これ何ができるかって、例えば今時間じゃあ4分ちょうどにしましょうか。4分ちょうどでホームに戻りました。でまあなんやなんやいじったりとかして、まあ、別にいじんなくてもいいんですけど、ちょっと時間経ちましたよね。ただゲームに戻ると時間が経ってません。これそのうちアップデートされて対策はされると思うんですけど、現状だと戦争編呪い島でホーム画面に戻ると、ペナルティなしで時間経過を止めることができるんです。じゃあこの間何をするかといったら、先ほどスクショを撮ったこちらの画像を見てください。地雷の画像を見てください。ゆっくりと確認することができます。落ち着いた気持ちで確認することができるので、どこに地雷があるかを見つけやすい。ただこれでも見つけられなかった場合どうすればいいかといったら、これスイッチはね、投稿機能やスマートフォンへ送るっていう機能があります。これを使ってツイッターでツイートしてください。パワポケある戦争編でちょっと困ってるんだけど、これ地雷どこにあるかな。そうすると戦争編が好きな方とかマインスイーパーが得意な方、結構答えてくれます。ここにあるよ、ここはセーフだよ、ここ行ってごらんみたいな感じで、それをヒントに進むといいと思います。これも完全に裏技だし、そのうち多分対策されると思うので、できるうちにやっといた方がいいと思います。あとはそれでも返事とか返ってこなかった、無理だったっていう場合は、もう一つ使える法則がありまして、それがこういった場所、こういった場所、マイナスアイテムを消すっていうものを取らない限りは行っちゃいけないとは言ったんですけど、この星があるところって確実に地雷がないんですよ。それがプラスのアイテムだろうが、ハズレだろうが、マイナスだろうが。で、マイナスアイテムを消すっていうのを取ってしまうと星が消えてしまうから、もう安全だって確定してる場所わかんなくなっちゃうんですけど、これマイナスアイテムを消すっていうアイテムが出るまでだったら、もうこことか安全なの確定してる場所ですよね。っていうのがあるので、ここを攻めることも可能だったりします。ただ今回はね、まだルートがあるんで使わないです。では、ここの3を見てみると、2個あるじゃないですか。もうこことここの、ここのどれかでアウトは確定。このどれかに1個地雷があるっていうのが確定なので、ここの1の目線からすると、こことこことここはセーフになるわけじゃないですか。っていう風に攻めていくと、はい、0が来ましたね。こんな風に行けるところを攻めていくと0が出てきたりとかするので、こんな感じで攻めていってあげると、はい、マイナスアイテムも消えましたね。っていう感じで意外と道が開けたりとかします。結構難しいかなっていう状況でも攻めていくと意外と道が開けていくっていうのがこちらの戦争編呪い島ですので、行けるところを試してみる、これが大事だったりとかしますね。あー、これどこかな、これはどこかなってなった時に意外と遠回り、この辺の遠いところ、ここやって意味があるのみたいなところを攻めていくと、まあ1だからここはアウトだな。ということはここはセーフ確定だな。ということはここはアウトだな。まあじゃあ2があるからここはセーフだな。みたいな感じでちょっとずつ道が分かってきたりとかします。で、このどちらかに地雷があるということはここは地雷確定だな。みたいな感じで見えてきたりとかするんで、急がば回れ。遠回りをするっていうのも1個手ですね。あ、ただちょっと困りましたね。これはいいところがない。いけそうなところがないっていう時に、ここの上を取ってあげる。あ、筋力とかも落ちてたりとかね。能力も落ちてたりとかするんで、こういうところもいいと思うんですけど。はい、来ました。ここ3があったので、こことここはセーフ確定。で、2なのでここもセーフ確定。ってなると0でくるくると回転切りをしながら、はい、ゴールに着きましたっていう感じで進めたりとかしますね。はい、第6地区来ました。基本的には回転切りで進める限り進んじゃいたい。こんな風に行ける限り行っちゃいたい。だここら辺からね、マイナス能力も結構増えてきますので注意しなければいけません。ハズレですね。
そうしたら4なので、こういうもう確定でアウトしてる場所が決まってる部分は早めに埋めちゃいたい。早めに×印をつけちゃいたいところ。はい、こういうところもですね。5回というか6回以降かな。6回以降になったらちょっと今までよりも慎重気味に攻めた方がいいです。まあ、近くの地雷にマークがついた。これはかなり助かるやつですね。5、かなり増えましたね。だ今回黄色い星がもしかしたら地雷じゃないや。マイナスアイテムを消してくれるやつかもしれないんです。取りに行きたいんですけど、これ1個使える法則がありまして、今消したけど、ここは地雷なんだけどね。この1、2、1という法則、これ覚えておいた方がいいです。この並びで並んでるとき、これは呪い島というかマインスイーパーの法則なんですけど、この2のところ、ここはセーフなんですよ。で、逆にこの左右はアウトっていう法則があります。これもマインスイーパーの法則ですね。なので、こういった法則、あとは1221とか、212の法則とか、そういったものもあるんですけど、ぜひここら辺は覚えていくといいと思います。今回はマイナスアイテムを消すっていうものが手に入らなかったので、4つほど特殊能力が残ってるんですけど、マイナス特殊能力を掴みたくないから、ここはスルーして先に進んでいってしまう。もったいないと思うんですよ。もったいないと思うんですけど、マイナス能力を掴むよりはマシ。さっきみたいに、もう三振とか絶対欲しくない能力じゃないですか。でも、ああいうのが起こってたりとかするんで、あんなものを取るよりかは絶対にマシです。もうスルーしてください。勇気のスルーが必要です。さて困りましたね。こういう状況とかもスクショ取って意外とね、マインスイーパー法則って調べると、結構知らないような法則、そうなんだ、そういうところは確実にセーフなんだ、アウトなんだみたいな法則があったりとかするんで、あ、今回ここ行けましたね。じゃあ見落としてました。あったりとかするんで、スクショ取ってマインスイーパー法則でググるのもいいです。ツイッターで答えてくれないとか、ツイッターで誰も教えてくれなかったとか、自分で見ててもわかんなかったっていう時は、マインスイーパー法則でググると答えが出てくることが非常にありますね。今のネット社会は非常に便利ですよね。で、ここがアウトで、ここもアウトで、121の法則があるから、ここも平気。はい、こうしてっていう感じで、この辺はね、慣れていったら割と掘りやすくなるとは思いますので、使いながら。あとは、ここは確実にもう地雷がないって考えたら、空いてるのは残り3マスなんで、ここら辺もアウト確定っていう風に削れていきます。で、2だからこことここもセーフ。2だからここも大丈夫。1で攻められるところを攻めていく。2でここも攻められたので、4が確定して、1、2、3、4、5だから、こことここもなりますね。ってことは2だから、こんな感じで攻めて1来ました。あー、やばい、取っちゃった。ちょっとこれ斜めをね、入れるところが難しかったりとかするんですよ。今の本当は取りたくなかったというか、黄色い星を取ってから行きたかったんですね。ただ今回もマイナスアイテム消すやつがつかめなかったんで、スルーして先に進みましょう。で、僕が一番怖いのがこの第8地区です。第8地区はマジでマイナスアイテムが多い。実際拾ってみましょうか。どのくらい出てくるかな、マイナスアイテム。これでマイナスアイテム消すやつとかではなかったね。そうしたら2だからここもアウトで、このどっちかがアウトということは、ここは確定セーフ。で、1なので、ここがアウト確定。1も掘れるところは掘っておく。8地区あたりになると、かなりマインスイーパーの難易度も上がるので、掘れるところはすぐに掘っておくっていうのも大事だったりとかします。で、これはどうなるんだ ?2 だからここはアウトになるから、ここはセーフ。で、1だからここも攻められる。で、2だからここはアウトになっていく。こんな感じでね、セーフだところ、セーフだって分かってるところはもうガンガン掘っていった方がいいです。ガンガン掘っていって、4だからここアウトで、3だからこういける。で、1だからこの辺もいけるけど、なかなかね、8地区とかに来ると0がなくなるんですよね。そんなにお目にかかれなくなってしまうんですよ。まあなので掘れるところ、安全なところ、あとは下の方とかもこの辺関係あんの使わないんじゃね?行かなくてもいいんじゃね?みたいなところも、ぜひマークを確実につけておいてください。これがね、後々役に立ったりとかすることがありますので、急がば回れ、遠くから行くときに使えたりとかするんで、やっていった方がいいと思います。なかなかないですね。ということで実際じゃあ取ってみましょうか。第8地区どのくらいマイナスアイテムがあるのか。はい、走塁マイナス1。もうすでに来ましたね、マイナスアイテムが。ただ、これ、どうしようもないとき、こうやってヒントがないよ、難しいよ、先に進めないよっていうときは、もうマイナスアイテムを取る覚悟で行っちゃうっていうのもありだとは思います。ただデメリットが大きいんですけどね。で、これ2なんでどっちかにあるっていうことが確定したら、
ここ目線だとこことどっちかにあるので、ここは安全確定ですよね。ってなった時に3が周りがここここここあとここだけになるので、これらすべてアウトになる、なのでここはセーフみたいな感じで、意外と一箇所マイナスを覚悟して掘っていくと道が開けたりとかもしますね。さあ、ちょっとマイナスアイテムを消すアイテムがもしかしたら取れるのかもしれないんですけど、第8地区の危険性を見るためにこのアイテムを取る前に一通り拾ってみましょうか。これはラインドライバー、これはプラスでしたね。これはあ、白のリストバンド、こういうね、マイナスのアイテム、あの主人公たちが表サクセスで彼女にもらえるようなアイテムも落っこってたりとかします。っていうか8フロアはそれが非常に多いです。これはラインドライブ、ラインドライブめちゃくちゃあるな。同じの2個被っても意味ないんでね、正直全然嬉しくないんですけど。さあ、これは何でしょうかね。あ、ラインドライブこんなにいらないんだよな、ラインドライブばっか。あの、歪んだバックとか、やめるグラブとかも落っこってたりとかするんで、非常に危険なんで気をつけてください。ということで、第9地区来ました。ここからが本番です。ここにセンス丸が落っこってます。第9地区と第10地区ですね。まあ、安全をメインにしたいので、まずはここの黄色いところからマイナスアイテム消すやつを拾いたいんですけど、その前に1で2だからここはアウト確定みたいなのもありつつ、もっと大事なことが、これスクショ取ってください。はい、スクショ取ります。はい、ここもスクショ取ります。全体をスクショ取っておいてほしいんです。これ何がいいかって言った時に、マイナスアイテムを、はい、今消しましたよね。消した時に、今撮ったスクショと見比べてみてください。これと見比べて、じゃあ星の位置が変わってないかな、消えてしまってる星がないかなって見てみると、ないかな、今回は大丈夫かな。これ何をやってほしいかって言ったら、マイナスアイテムを消すじゃないですか。で、マイナスアイテムを消すと元あった星が消えちゃうじゃないですか。例えばこの右下の星ありますよね。もしこれが消えてしまった場合、先ほど言ったように星の下って確定でセーフなんですよ。確定で地雷が起こってないっていう目印でもあるんですけど、それ消えてしまうと確定で地雷が起こってないところがどこか分かんなくなっちゃうじゃないですか。ただスクショを取っておけば、あ、ここ地雷、あの星が消えた、マイナスアイテムが消えたから星が消えたんだけど、確実に地雷が残ってないところだよねって見比べて分かることができる。見比べて見つけることができますので、最初に奥の方まで行けたらすぐスクショ取っちゃう。全体的にスクショを取って、外れが消えた時に見比べてみるっていうのは使えます。これ地味なんですけど、意外と効果的な手だったりとかするんで、覚えておくといいかなと思いますね。さあ、これで行けるところから行ってみましょうか。まずこのどちらかがアウトで、ここがアウト確定ってなった時に、これはどこだ、2だからこのどっちかがアウトっていうことはここセーフで、121の法則が使えますね。つまりここの2つがアウトになるから、こことここは問題なく攻めることができます。 OKOKOK。 こんな感じで分かるところと、あとはマインスイーパー自体の法則を使いながら攻めていくと、意外と道が開けていく、奥の方でも開けていったりします。で、パワーヒッターとか手に入りましたね。さすがにここのフロアとか、まあ奥の第9地区第10地区ぐらいまで来ると、かなりいい能力とか、まあ、メリットの高いものが起こってたりとかするんで、できれば全体的にアイテムも回収したい。もう全部回収したいところですね、正直。で、ここのどちらかがアウトということは、ここは確定でセーフ入る。さて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 。で、ここのどちらかがアウトってなったら、上3つは大丈夫だから、ここら辺もセーフ。っていう風に分かるところからどんどん攻めていってください。あとはどこだ？ここの2つのどっちかっていうことは、ここはセーフ確定。あとは、あ、212の法則がありますね。この212の法則が出た場合は、ここが確定でセーフになります。つまり、ここと、じゃあ、確定でアウトになりますね。ここはアウトになりますので、ここと、ここはセーフになります。この法則も使うと、はい、また道が開けましたね。ここがアウトになって、ここのどっちかがアウトということは、ここはセーフになる。で、2位だから、ここもセーフっていうことが分かって、1来ましたね。1来たということは、こことここ攻められる。3だからここも行ける。2だからここも行ける。みたいな感じで道が開けたりします。はい、ここのどっちかがアウトだから、ここセーフ。で、2でこのどっちかがアウトだから、ここも行けますね。早いスパイク、OK です。マイナスを消してしまってると、こういうのがね、非常に手に入りやすいというか、まあ安心して手に入れることができるので、とってもいいかなと思っています。さてさてさて。で、121の法則が使えますね。
ということはここはセーフで、ここの左右がアウトになるから、ここもセーフ、ここアウト、2だからここがセーフになって、2このどちらかがアウトということはここはセーフですね。でこの3からここがアウトということが分かって、ここもセーフになる。1が来ましたね。1が来たら1はどんどん攻めていきたい。 OK、 パワーヒッター、パワーヒッターさっき拾ったな。で3だからここもアウト、ここも確定でアウトということは、ここはセーフ、1が来ました。5か1、2、3、4、5、5とか来るとね、かなりヒントになるので助かりますよね。で3だからここもいける、2だからここアウト、3だからここもいける。 OK、 ゴールにはもういけるんですけど、これすぐにゴールするのではなく、やはり残りの2個が欲しいので、ここはちょっと頑張って攻めていきましょう。で1だからここ大丈夫、 OK、これで両方とも拾えますね。アベレージヒッター拾いました。ありがとうございます。2個拾いましたね。ありがとうございます。さあ、ということでラスト10地区ですけど、センス丸は落っこっているのか、10地区も行きましょう。さてさて、まずは0で行けるところまで行きたいけど、そんなに行けなかった。そうしたらここで一旦スクショ取りますか。スクショ取るときに、ちょっと他のと、あの星と被っててもいいんですけど、あのタイマーが。なるべく被ってないところで正直取りたいですよね。少しでも多く見えるように。で、これマイナスアイテム消えたけど、はい、今消えましたよね、2箇所。2箇所消えてしまったら、よくスクショから位置を確認してください。このようにあります。2箇所消えたのか ?1 箇所かどっちだ、ちょっと待って。よく確認をすると、あ、1箇所ですね。この左側の下から4、左から3の位置。下から4、左から3の位置。ここがセーフ確定っていうことはちょっと覚えておきましょう。これを覚えながら進んでいくと、212の法則からここで、2だからここで、左からこれね、あの1回のミスが命取りなんで、いちいち確認してほしいんですけど、左から3番目、下から4番目なので、はい、ノーヒントというか、まあ他の見なくってもここがセーフっていうことがわかります。今回はこれ使わなくても分かったところだったと思うんですけど、まあ、ただね、これ覚えておくと意外と命綱がつながったりとか、あ、よかったーっていう風になったりする時もあるんでね、ぜひ覚えておいてください。で5だからここも取れる、っていうかもうマイナス消したんだよね。マイナス消したんだよね。そうしたら拾えますね。ムード丸か、まあこれはいいでしょう。外れ、第10地区で外れを引いてしまうとね、ちょっと悲しいというか、貴重なアイテム枠なのにって言って辛い思いをしたりとかもしますよね。ただ安全が本当に第一なので、無理せずに。お、広角砲拾いましたね。広角砲が落っこってましたね。こういったものも落ちてたりとかするんで、呪い島は正直やめられないというか、強い選手を作るときは必須ですよね。このどっちかだからここはセーフでしょ。さてさてで、1だからここは大丈夫で、1だからここはアウト、2だからここのどっちかということは、ここはセーフ。4か、ここで4か。ただここの3を使うと、ここのどっちかが、どっちかというか、両方ともアウトになるから、ここはセーフ。ここ3か、じゃあここはアウトになりますね。で、3だからここもアウト。4か、4はこれ使えませんね。難しい、難しいというか困りましたね。そうしたらそういう時は遠回り。右側の星を取るために、あえてここは大きく遠回りをしていく。遠回りも気をつけてさえいれば別に問題はないので、ここの星があるから1を使ってこの辺は取れる、で1があるからここも取れる。 OK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 、 遠回りした甲斐がありましたね。ちょっと道が見えてきました。4だからここもアウト、ここもアウトで、1だからここはいける。さあで3があるんですけど、さてさて困った、あ、ここいけますね。2だから、ここのどっちかに地雷があるって考えたときに、ここの3マスが確定で平気になる。あとは、ここのどっちかがアウトっていうこと、2だからここのどっちかがアウトっていうことは、ここは確定でアウトになるのか。ということは、ここはセーフって考えたら、ここがアウトになる。で、4だから、ここはセーフになる。で、3だからここはアウトになる。で、2だからここはセーフになって。あー、ムード丸か。今回センス丸がなかったですね。ちょっと残念。ただ、こんな感じで進めていくと、エリア10まで無事に生き残ることができました。で、今回走塁のランクとか落ちるのやっぱ嫌ですよね。あとは三振もね、第3エリアかな。
で拾ってしまったので、やっぱりマイナス特殊能力を拾わないためには黄色のマイナスアイテムを打ち消すっていうやつ、これを確実に手に入れてほしい。これを確実に手に入れながら進める。もし手に入んなかった場合はそのフロアの特殊能力はもう全部諦める。そのぐらいの覚悟で進んでいった方がいいと思います。早いスパイクとか白いリストバンドとかも手に入りました。はい、こんな感じで呪い島を攻略していただけたら割と安全にクリアすることができますので、呪い島で困ってる方はぜひ試してみてください。最初はねミスることもたくさんあるとは思うんですけど、まあ落ち着いてスクショ撮ってホーム画面に戻って一個一個ググったりとかしながらやっていくうちにだんだんとマインスイーパーも見えてくると思いますので、ゆっくりとぜひ試してみてください。じゃあ今回ここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。あとは動画のネタとかこういう動画パワポケ R で撮ってほしいみたいなご意見とかありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。じゃあありがとうございました。